本日2023年の8月の28日、19時10分、ワンピースについて、これで3かな3になるのかな、まあいろんな話まとめてもともとワノ国のあのアホなあの、まあ、ちょっと今から東日本大震災の頃の話するから、ワノ国がねなぜあの水の中にこうもともとねあの水の底に町があったとかそういう話になったかって言ったら、東日本大震災があったでしょ。あのあと陸地のね手前の方に防波堤作ったりって言い出した人間がちゃんとかさ上げしたでしょ陸地の方。それ本当にそうしたらどうなるかって、雨降ったらたまるってそこニュースちゃんと見てる人はちゃんと自衛官とか助けに行ってる。できる範囲、できる範囲でしかできないから、本当にあんなことになったら。で、じゃあだからワンピースの作者とか僕たちが言いたいのは、本当にそれをしたらどうなるかっていうことまで考えない人間が行政動かし始めたら、世の中そのワンクリ防波堤の時、東日本大震災のあの2011年の頃のニュースしっかりとみんな見ていたらまともな人間になってる。せっかくバラエティとか止めたんだから、その話本当にしてるんだから、本当に防波堤作ったらどうなるか分かってますかって。陸地の方に雨降って水が溜まるでしょって、あんなそんなことも分かんないのって言われてる気になったら言われてるから分かった、それは我が国やね、海徳ね、話全部繋がってくるでしょ。ついに出たって、ね、職務怠慢、怠慢では負けたことがない海徳四個の一角違う違う、日本ちゃんとかさ上げしてる、天皇陛下のことじゃない、他の国もそこまで自分の国の陸地が沈むよ。じゃあ自分の国でボアデー作って、ボアデー作って川とか水流れ込んでそんな国はさすが一つも見たことがないから、聞いたことがないから、みんなそれ笑い話言ったらいいから、本当にちゃんと日本は家でしっかりかさ上げしとうって、陸地の方上に持っていきようって、淡いケースからちゃんと言っとうって、それ知ってますからって、ベルトコンベアで本当は運べるでしょってせっせせっせと土乗せていったらいいのってもう一回しようか、株式会社の我々の労働力言っときましょうか。1日に灯油缶中身の入ったね18リットルのもの550缶分運んでるんですよ、年末の忙しい階段登った西宮町こう道路があって、まあ、両サイドはね、まあまあけど結構大体のところ結構そうですよ、両サイドこう家がこうだんだんに立っていって、こちらの家は例えばねまっすぐ走っていて、左手側の方は平地、そこからどういう感が出てきたら玄関まで持っていく楽だけども、それもそこそこの筋トレにはなりますよ。大体2缶持って移動しますから、現場で4缶持ちなんかしちゃダメだから、一気に体力なくなるから、朝の現場9時から夜の20時それ延々と給油に帰ってる時がその呼吸を整えるタイプ、もうすぐもう絶対明日あの昔の売り上げの時に僕も西宮ラジオでこうあの兵庫県の西宮市の北部の方にある西宮ラジオ南台とか何時から何時に青葉台回って、何時から何時に月見山回って、何時から何時に、あ、じゃあ一番最初花の峰を9時から
9時50分ぐらいまで回って月見山を、まあ、10時ぐらいから、12時ぐらいまで回って、でその次青葉台を12時から14時ぐらいまで回って、その後まあその後急だったかな、清瀬台で、まあ、年末の時はからになってたのか、清瀬台の ところへ途中でなくなるんですよ。で急に帰る、も現場の人も分かる、もう販売員の気持ち分かる、お客さんがあの人お湯入れてくれないで帰ってしまう、電話かけてくれた、電話かけてくれた、向こうも年末だからもう今から冬で自宅にいる時間ないのに灯油入れてくれないで帰ってしまう。というその基本的に3600リッター、僕はその時は4キロ車に乗ってたんですけども、4000リッター1キロリットル1000リットル4キロ車それ急に帰ってまた現場戻ってきてるで、その後が16時から18時を南台、無理だ、そんなに早くは回れ、16時から20時ぐらいを南台で、あとリバー、もう今ないけどもリバーサイド住宅とかその辺り西宮ナジオ、他にもいろいろ回ってたそれで、まあ厳密言うと年末9800何十リットル60何リットルかもしれないで、まあ一缶あたり18リットルですから、だいたい約550缶でもう大体の話入れてくれるから僕らも無理だったなね。だからもう一度その労働力から言いますよ、10トンを持って運んでるんですよ、スコップでベルトコンベア乗せるぐらい楽勝でしょ。僕らから言わせたら本当に体鍛える気あります、アスリートの人たちって、読売ジャイアンツ何を持ってないところ あの神社とかの階段かなダッシュだいたい3000段ぐらいで、僕の方遠い感持ちない西宮の方だった3000段、3000回以上、あの3000段以上絶対上がってるから絶対僕が自分でお客様の確保のためにね、値段は変えれない、もうこれは会社のご意向だからだから、何時から何時に、この時間帯に回ってきます、30分前ぐらいからは灯油缶を出しておいてください、どこまででも運びますって書いた今日もその頃灯油とか790そこ金他の巡回業者が来るからこっちも売り上げ出さんかったらあかんからもう自分のもう自分の毎立ちだし運ぶしかない下る方でも3階ぐらいの階段ってあれきっついから4巻出してきてるから、いろんな道がきついんです、道塞がるからタンクローリー止めてた、上から本鳴らしてくる人は本鳴らすからちょっとそんなすぐに運ばれへんかもう常にハーハー言ってる人で分かるでしょ、息もたへんで、あの仕事は身長180センチ以上の人がしたらタンクローリーは普通車だから本当は運転席はまあ、一般の人から見たらね、一般乗用車の人から見たら大きく見えるんですけども我々は忙しいから、その当時はね飛び乗ってるから急いでジャンプするでしょ、ちょっと高いから頭背高いぶつけるから一日中乗ったり降りたり乗ったり降りたりずっと繰り返してるでしょ、違う違う神がかり的な力、どうにかなることとどうにかならないことがそんだけ毎日人さ、もう体大きい人の方が絶対不利でしょ、もう時間の問題だから、そんなもの最初から自分で気張っといてある程度のジャンプ力で乗るしかない、じゃ
腕の力だけでここ一応掴むとこあるけど、ドア開けたとこ違う違う、正直左手でちょっとハンドル掴みに行きながらジャンプしながら乗るような感じ、正直本当はそうですよね。ああ、世の中上にはいるもので、上には上がいるもので、吉井さんっていう人がその当時いまして、有馬口、神戸電鉄の有馬口から、あの辺は地名は、唐戸台だったと思います。でその次から唐戸町として、番号が振り分けられている、何丁目の何番地だから、有野台の方は300何万とか1000番台でしたっけ、ああいう風な番号だったと思いますよ、その当時はね。あれも途中で、何丁目の何番地に距離変わるからそんな情報みんな知らないから、現場行った人しかそこに住んでる人以外は。で、その一応ね、唐戸台っていう駅が次にあるんですよ。まあ北の方から南の方へ向かっていくと。で、その辺までが、まあ集合団地のある程度のところまでを唐戸台っていう巡回コースで、その頃の秀和株式会社は他の店舗のことは知らないですよ、正直。北神戸店は、コースって呼んでたんですよあんまりそここだわり始めても店舗日本全国にあれだけ広がったら最初僕が働いていた2000年ぐらいの頃は、だいたい近畿一円と長野県と、その頃名古屋出店しましたっけまあその辺で灯油の小売りは日本一だったんですけどとんでもないやつねとんでもないやつ人件費で供託金会社に取られて、それも払って返してもらってないっていうもうそういう状況本当にこれが商業原理の怖い世界です。で、そのね、その日曜日で週に1回だけその頃回ってたんですよその頃の、神戸市だったかな、三木市の、その正直もう富士見ヶ丘が三田市なのか、神戸市なのか三木市なのか僕ももう分からなくなってます、申し訳ない。神戸市だったような気がします。高尾台は三木市だったと思います。で、緑ヶ丘は絶対に東も西も三木市です、それは言えますその辺も回ってたから僕富士見ヶ丘富士山を見るって書いて富士見ヶ丘の方ですよ、死なないの方の富士、そこまでは思わない地名つけると多分日本中探しもないと思います、テレビ局がたまに探しにって言って、そこは町名じゃなかったと思うんです、富士見っていう何かを見たような気がする、もうテレビでみんな見て爆笑じゃいいところ自分の地域死なない富士見って書くノスフェラトゥのゾットって、その子ベルセルク漫画の名前が狂ってる意味が狂ってるっていう意味でベルセルクベルのことなのかな、セルフサービスと混ざったのか、もうある程度笑い話入れてなかったら、もうその時もうみんなもう自動のレジとかあれ覚えるの大変だったでしょ、僕もそう、本当に本当はちょっとだけイラついたりしてしまいましたから、ね、ややこしいところ、ここはしたらいいのにこうしたらいいのにって、もう賢かったら賢かったで分かっちゃうからお客さんの立場になって、あれほど仕事をどうするか決めなきゃならない、もちろん経済原理込みでってあれだけ言っていたのに ごめんなさい、和の国に戻しますよ、もう絶対気づいたら笑うでしょ、和の国そんな汗かきながら説明されて、ちょほんと
東北の運動部のコーラとか暇だったコーラ時間給もらえない。どうせすることないから暇でしょ。災害時しました、ちゃんと自分たちでスコップで。せめて大型のダンプ運転できる免許証所持者の人たちですよ、その人たちとかは土持ってきて、あとベルトボンベにスコップで乗せるぐらい誰でもできるでしょ。階段土持って上がる僕みたいに10トンいちいちできる。次の体もめちゃめちゃきついから、仕事中からきついから本当。新人の時年末に13連勤させられて、一番売れる年末の時店長が叱られてるから、まさかその人が警察か、店長がその翌年課長も警察か、北神戸ってまさかの長時間のこのままだったら警察官が警察官捕まえに行かなあかん話になるから。いやけどもう年末の13連勤は通勤者の人間が電話、同じね、同僚の人間が電話かけてきて、すいません、あいつは事故してしまったんです、で、明日出てもらえませんかって言ってきて、僕、週6日で出勤させられていて、本当に、週5日でも多いのに、それ言った、本当は、面接とかの時、こんな時間で本当にいいんですか？無理でしょうってブロック長が聞いてる。後から証言出てくる方正確な。で、ちょっと我が国から離れすぎたらどうしよう。まあワンピースの話もある程度ね、社会の現実を混ぜ込みながら作ったよ。もう僕と同時並行で物事進んでるから、政府の内容とね。これだけ世界の政治に関わってきた人間を今更政府と関わってない、何言ってんのって時々ワンピースでお休みするでしょ、ちゃんとストーリーの構成練り直しますから報道ステーション緑牛の話もう一回忘れてました、説明するの緑牛緑の牛でしょって牛さん増やさなかったらアメリカから肉持ってきてくれ、オーストラリアから肉持ってきてくれ、買わせていただいてる方ですよって分かってますって、輸入止められたらって、スーパーマーケットからお肉売り場のところから肉ほとんど消えますよって、消滅都市チカチカ消滅肉なんかもっと分からんようになる、ダイエット性の話か分からんようになる、うん、あーちょっと間を置きましょう。あドン・キホーテ・ド・フラミンゴ、二十歳ぐらいのこれ六法全書持っていて、僕が署名もういい、最初からもう実印押しといてくれたらいいから、話聞いたらそこに印押してくれたらいいわこうじゃあ西宮市北部のドン・キホーテっていうもうそこは消滅、消滅会社まあ本店がまだ残ってるかどうかわからないですよ、全国放送であれだけドン・キホーテ最後その方法で労働基準局を書き込んで、みんなの税金からお金回してくれって、役員は絶対無理やで、従業員事情は聞いてくれると思う、私からは何も言えない、裁判官が言うからはっきりと思って
ないない、ドン・キホーテなんかない。マジだ、ルビーなのかドビーなのか、ドビーとかいや言ってたでしょ、ドン・キホーテドフラミンゴでしょってドビー笑うなって。試合中、野球の試合中とサッカーも多分同じだと思う。もう国際戦はもう絶対同じ。試合中思い出して絶対もうずーっと僕中心で日本代表の試合勝ち負けしてきてたんですから選手とつながる方法も同じ。笑ってる状態な、みんなおかしなのか、動き体が力入らなくなった。ね、漫画はどこまでいっても漫画なんですよ。ある程度そういう部分入れてなかったら、だから本当にドン・キホーテっていう店は倒産してるはずですから、少なくともそこの視点はね。それこそ日本中のドン・キホーテ締めに行ってくれって言ってきた人いたんです、本当に。仕事中の大体同僚として働きに来たに、淡井さんとその仕事を週は株式会社とくっつけたらって。一回僕が北神戸店に行ったんですよ、神戸市立ホテルフルーツラパークで勤務してる時にね。フルーツラパーク冬場仕事全然ないってちゃんと名前フルーツフラワーパークって言ってる。冬場にお客さん来そうか来なさそうかみんな分かってる。寒い時にもともと動物園とか人来へんからって。プール夏以外に来る人いるわけないでしょって。はあ、韓国の話まだいります？いっぱいあります半分国、韓国2000人でフルーツラーレストランか朝から朝食でちゃんと朝食のバイキング、洋食も和食も僕が作ってましたから、人数少ない宿泊数のお客様の時、本当に下で宿泊のお客様20人とかしかいなかったな。自分でするしかないでしょ。原材料費かかってるんですよ。前の日の晩にキッチンさんに仕込みしてもらってるから、そこで本当は人件費かかってるから。冬場ないない、売り上げ大した売り上げないない。コンピューターは怖いことに1円でも売り上げあったあるみたいな形で物を言ってきますから、あるような素振り人間の声で。これが電波の世界。石油の残存量問題も同じ。1リットルでも地下に石油があったらあるような口ぶりで、人間の口ぶりで言ってきますから。本当に一回コンピューターしばきの刑やな。しっかり本当に覚えてよって教えたんだから。水鏡先生のこと、しばきとは水鏡先生、水に映る鏡と書いて水鏡先生。いつにか芝一族まあ義の曹操はその後真の国を芝一族に託して、我々の一族もそんなに遠方のところの問題持ち込まれて、いや真の時代に一回、その前のね、今のキングダムの方、キングダム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 キングダムキングはダムを作れとユナイテッドキングダム大事、飲み水ないと大事だから、それぐらい下のものも分かれよっていう話ああ、昔のダムって本当に木造で作ってたから、 YouTube でのアクセスたまには自分で探してもらいます、本当にあるから
木造のダムが崩壊してるところ、当たり前といえば当たり前ですよ。だんだん木ボロボロになっていきますからね。僕のホームページの淡井圭介の木の河川水門開閉式ダム発電で石井ダム、カラスガラの水源地の上に石井ダム作った意味分かったでしょう。昔、港川が2002年か2001年ぐらいに洪水起きてますから、もう僕の心あたりから言うとカラスガラの水源地のその石井ダムはね、その頃なかったんですよ。多分カラスガラの水源地のその撮影しているところ、一番上のところに金属の扉があるでしょ、かまぼこ状の、あの部分開けたんだと思いますよ大雨の時に開けた多分ね。もう一つの河川の上流は山の王と書いて山王ダムって読むんですけど、どこが王やねんみたいな話になるんですけども、あんまりね、それね、本当は僕がその神戸市のね、中央区の法務局の裏見たら分かると思うんですけども、内側に防波堤作っていて金属の水門があるんですよ。扉を閉める方に和の国どうせ神戸市民言われるから先に言っとくわって、本当に内側に高い防波堤なんか作ったら町中ずっと水が溜まりっぱなしになって水没するから、簡単防波堤作ったら自殺できる。いい建築業界に入ったからには全員これ覚えとかなあかんよって、和の国になるよってそのそこ海の中にポセイドバビル2世、横山照光さんが三国志っていう漫画を書いてバビル2世も書いたもん会長ルプロス空を会社の会長海の底からポセイド巨大なロボットどうでも何でもやしにしてくれ身代わりコンピューターに守られたバビルの塔に住んでいる。一番最初のアニメ YouTube で探したらオープニング、バビル2世のオープニング OP って入れたら検索ワード出てくるか、バビル2世を2世 OP って書いたんで、ね、ちゃんと歌で歌って絶対バビル2世って言われますよ。国会か地方議会で言う人は言ってるから本当に和の国ある程度もうかさ上げの話政府がするって言ってからその話しなかったら本当にね、本当に防波堤内側に陸地の方に作って水没させたバカ出始めた、どうしますって、絶対住民暴動起こしますよって本当に政府は助けるどころか大津波が発生した地域の人たちをさらに水没させた話になるから、ね、途中で怖い話に早変わりするでしょ、真面目な世界に戻ってくると。だからそのさすがにそこはかさ上げしたからもういいでしょ、現地の人もちゃんと秀和株式会社もその頃麻生太郎さんを通してかな、まあ現地へその灯油運んであげたらいいと、でそれは国がお金出してくれてと、そうじゃないと州はそれだけで倒産できるから倒産するから、まあもうね、本当に4月から先もう仕事がないっていう人で、そういう過酷な現場だけども、自分が率先して被災地の人たちに灯油配りますっていうね、灯油缶ぐらいは現地で用意してもらって、無理だからタンクローリーそんな何百缶も空の灯油缶詰めないから
自衛隊にも供給してたのかな。どういう停電、ストーブじゃないと暖得れない、あとは薪ストーブ。本当現実見て僕は物を話してますから、ちゃんとね、ある程度かなりの部分で僕の総合量の知識量についてこれます。無理でしょ、ほとんどの人は。で、だから、ある程度いると言ったらいる諸国の怠慢かいの。だから和の国が沈んだね、酒ばっかり飲んで仕事らしい仕事全くしないって、あいつ竜に化けてなかった。トヨタ愛知県の人たちに喧嘩売ってるんじゃないですよ。そこ協力してほしいんですよ、本当に。もう彼の言った通り、立法府も国会ね、65歳以上の人を免許証を強制返納にさせて、強制売却、車も、それで中古車自動をあふれ返させて、世界中で日本が先行して行ったらいいから、本当に。で、他の国も同じようにするから。で、しなかったところが負け、どうせ。で、電気自動車2025年に一本化にしておいて、水素自動車とね、大きなトラックとか水素自動車も、もう最初から実績作っとかないと無理だから、何台かは絶対走らせとかないと、水素だけでも走るとこ見せておかないと、みんな疑問持ってずっと話が行ったり来たりしてる人がいるから。でもう本当は25年前から河川水門開式ダム発電と地下水流トンネル発電とマグマ発電とかまど発電していれば、今自然再生可能エネルギー 100% で電気自動車で日本も今余裕で稼働してるような状態。本当は輸入ほとんどしないって貿易輸出入毎年プラスマイナス10兆円以上もちろんプラスの方、今頃本当はそういう時期だったはず。やっぱり自主性いるでしょ。だから分からない。天皇陛下と王と皇帝という存在はフランスでも昔いらっしゃいました。で、そうロシアもいらっしゃったはずです。皇帝だったと思いますよ。で中国ももともと皇帝だったでしょ。ラストエンペラーっていう映画を作って、まあ、ある程度の国の人しか覚えられない。本当に僕も世界中の今現在残ってる王室の王族の人たちに、あと皇室の人たち名前全部言えるかって言った。そんなもん言われて僕も無理です。国によってそれルール違うから、スペインの王室が軍への司令権を持ってたと思いますよ。それはイギリスも多分同じだったと思います。じゃあ太陽光パネルの屋根の取り付けの指令、王様出してくれてましたの話になるんですよ。余計な演習ずっとしました。それエネルギーの残存量問題だって僕は20歳ぐらいの頃から言ってますよねの話になるんですよ。ある程度ね、いやこういう言い方じゃないと、向こうの本当はヨーロッパの方が自然再生が頑張ってたから、風力発電でどうにかできる話とできない話ぐらい分かるでしょ。本当にね、世界中で太陽光パネルの屋根の上への取り付けと河川の土砂のかき出し、それで仕事いっぱいできるでしょ。重機を動かして河川の底から土砂出す、石拾う、それこそ筋トレだって。週は株式会社で勉強しましたから、腰の周りの筋肉に力入れながら石拾うんです。それだったらまあ夕方日暮れぐらいまで体力ある人だったらできます。まあ息切れたら正直休憩時間入れたらいいと思いますよ。そこもあんまりお金にこだわっちゃダメ。
自分が体力あったかなかったかどうか、大きな石持たされたかどうかだから本当は。この辺昼間なんかお客さんなんか一人もいない時、そういう時間帯平気であったでしょ。あのエコールリラの2階とそこの高山の中にもいつ何かスポーツジム出来上がってたから、もう朝日工業、テレビ朝日、朝日スーパードラ、本当に乾くっていう話、いろんな意味で、どういうもんや畑、あの映像撮影行きたかったんですけどね、もう僕も道分からなくなって引き返してきた方、この間もうしんどくなって、まあちょっとした迷子、歩いて帰るからそれでもお金、バス乗らへん乗らへん、そこに五社の駅あることぐらい知ってる、自分で撮影しながら言ってるから、そこもう気合い、歩いて帰るからペットボトルぐらいを持っていくから、ちゃんと夏場夏場そこまで忘れ物しないかな。もうええから、もう今電波、政府の方は病気やって、あもう言ったやろ、病人扱いして精神病院なんか連れに行ったら余計みんなの税金消費税上がるから、あかん、ダメだって言ってるだろうって、だから警察官の口座とか差し押さえるから、本当に連れ行く人ちゃんと罰金刑って教えたでしょ、僕は二十歳の頃に。巡査部長の方が実力ないっていうことを僕は二十歳ぐらいの頃に証明してるから、そこまでこだわるんだったらもう全国放送で流してもらってみんなに聞いてもらいますよって、一般人の人に、って淡井さんの方が上だと思いますって、そういうインタビュー全国放送でいっぱい流れたから、その後精神病院本当に何回も連れてるから、2003年に春山聖光寺に解体したでって言ってるのに、働いてる人間にも聞いた後、その後ごちゃごちゃ言ってる方がね、罰金刑これで罰金ダム宮殿がなんとなく正しいように思えてくるでしょ、罰金払わせる方がほんまやみんなの税金上がらへんわって、お前さん金庫系で刑務所の中で働かせたるの話まあでも怒って言い始めてるけど、もう淡井さんがインターポール動かせて言ってきてるいろんな国の王様ボソッとインターポールって言ってる、もう一回ちょっとワンピースの話に戻りますよ、ショコも怠慢ね地中の底まで浮かマグマ、そうマグマ発電前に作ってなかったお前がそこまで行ってこない俺お前こんなところに角生やしてる人間がいないな四校の一角のばあさんお菓子食べてばっかすごい太ってね、赤髪髪の毛赤い人にね、あの腕まで本当に片腕失っ てね、死の外科医トラファルガーロー、お前もお前からまず一番地中の底、淡井さんはしっかり調べて言ってる、二十歳ぐらいの頃から九州の南の方に地下300メートルぐらいからマグマ層があるから、その辺だったら早く掘れるから、あの辺火山噴火してる町の人困ってるって、余った電力の時でいいから、本当は原発夜電力余る赤髪徴兵制度、もうええ徴兵制度で生かされた人はもう今更そんな人絶対いないと思うけども、これ加入
して嘘のフェイクニュースの戦争を出されて、もうあれさんもこんがらがってるからもう勘弁したってて。ああそいつらに漫画の話だからできるんです、そこまで。だんだんそこはそこまでいっていく話。野村修也さんに、野村修也さんっていう政府をお抱えの弁護士さんに、亀山整骨院の映像、あいつらが絡んできてる映像とか録画したやつ送ってるから、だけども動いてないでしょ。野村修也さんの弁護士資格剥奪される方、そこで僕のこと助けなかったから。野村明大さんがそこまで行って委員会で出されてるでしょ。野村修也さんの一族の親族の人らしいです。はあ、僕の番組でどこから世直ししていったらいいんだいだ、いいんだろうかいやの番組が必要になって、明確になって、まず法律業界、証拠を送り届けられたら動くしかないって、あんなにはっきりした映像がある。一回2003年に解体されてますからね、晴れません骨に。そんなところ出入りしたりとか、子供の頃から僕にこの辺でギャーギャー言いに来たら、もう絶対コンピューターに記録残るから、音声とかのデータ、どうせ親が一緒に連れて歩いてたんだろうって、親が絡みに来たんだろうって。もうずっと同じ、ウラジミール・プーチンさんはウラジミール大公という子孫の人だから、家計で引っ張り出されるから、大統領で民主化しても同じなんです。結局はそれもうあれこれ言われるからね、テレビに映ったら神がかり的な力とかで攻められるから、もう字幕読んでもそうなるんじゃないですか。頭の中で字幕は余裕でしょ、現地に届くでしょ。あの人たちも絶対聞こえてくる立場だから、世界各国の首脳になったら絶対テレビに出るしかないでしょ、ある程度状況を言わなきゃならないから、国民に向けて。岸田さんもそう、それに対応してるから、言葉で。急に現場でインタビューしてる人とかは何も聞いてないのに急に違う言葉を言い始めるのは聞こえてきてるから、でそれに対応できる対応能力の高い人じゃなかったら、日本の総理だけじゃない、世界中どこの首脳も務まらない。本当は責められてるから、本当は責められてるようにも聞こえるから、うん、怒って言ってこなかっても、穏便な口調で言ってこられても、なんとなく党の責任とか持っておかなかったら、自分の党から変な人間が出てきても困るしっていう恩があるから。で、賛成党っていう人たちの YouTube がありますけども、女性の人、女子なんとかっていうの涙流しながら、私たちだって差し押さえられてるんですよって涙流しながら、まあ AKB48 とかで淡井圭介に向かって敬語も使わん、ヘラヘラ侮辱行為を言う、もう堪忍袋の方が切れて、僕もええからお前ら一回ちょっと政治の世界行けって、僕も言ってしまった方、本当我慢の限界生きて。で TBS にもうめちゃくちゃ僕怒りましたから、泳げたい焼き君400万枚で日本で歴代1位の売れた曲、買う人います？あの曲で、毎日毎日僕らは鉄板の売れるわけないでしょう、 CD が470万枚、 TBS が一回嘘言ったからもう100万枚売れた話もどこからどこまで本当かわからないから、もう一回自分の会社からちゃんと調べって、自分の所属してる会社の売り上げ、それちゃんと CD 売れたかどうかって、嘘、テレビは混入してる時があるからって、自分の会社として売れたかどうか、在庫返ってくる時は返ってくるよ本当に。ワンピースの世界も同じ、ちょっとね、最後の方ぐらいはね、真面目な話入れとかなかったら、もう職務怠慢の回答。
台湾では負けたことない。そんなことしない。国が沈む、我の国本当に沈んで、ポセイドン、ポセイドンは白星の剣に置き換えてるけども、本当に我の国でポセイドンにしてしまったらもうバビル2000の話全部話した、そこまでした。もうみんな笑い止まらんようになるから、もうそれ1998年の時に僕は言ってるから、本当にフルーツラパークで本当にもう白星でね、それでその時点で笑いと笑うか、嘘っぱ、世界性旗燃やして、ある意味わかるけど、そこをもう日本人として、日本のあの日照期と旭日期の話にしといていいって、あれ世界中の国2つの国自衛官が困らせ始めたんだと思いますよ。朝日放送、朝日新聞まで、日照期の方でしたっけ、もう僕も分からなくなってる、旭日月の方、もう日本人からしてこれだから、もう日本の国旗は日の丸、もう日の丸で通して法律作ったから、本当に世界中の国旗に種類を挙げられた、本当に分からないから、僕が20歳ぐらいの頃、国連加盟国が約180カ国、約でしか言えないんです。いつの日か政府できてるところはできてるから、本当に。今、196、分裂してる方。自分の国なんだから自分で面倒見てって言われるから。わかりました？中間所得者数、中間所得者層を増やしましょうの話、上行ったら訴えられる。下行っても訴える側で、身がもなかなか持たない。裁判所が法律名求めてくる、もう言ったから、もうあの文章を言ったら、もう裁判官が法律名探さなきゃならないでいいから、本当にそれ以上したら本当に職務怠慢の方になるから、職務怠慢、三権分立、もしかして裁判官の方ですか、絶対ないから、絶対裁判所ので酒飲んでる人間は絶対いないから、本当に勤務者じゃない人間が敷地内に入り込んで酒飲んだ人間だったら、昔の映像を探し回したらいるかもしれない。その辺をさらには絶対裁判所の職員じゃないわ。もう塀登って酒飲み始めたんじゃないの、パッパルパーだってか、本当のことが分かりすぎて、焼け酒、焼け酒も本当アルコール類が、アルコールが何パーセントか書いてるか、体の中で、あ、体が温かくなってるのは中でアルコール類が燃えてるから、焼ける酒、焼け酒あんまりたくさん飲んだらあかんぞ、お前ほんと大丈夫かって、あね、酒ばっかり飲んでしょ、負けたことは台湾で負けた、ちゃんとインターネットで職務台湾って書いてあったね、もうみんなワンピースめちゃくちゃ笑う方で、ルフィがあんなに怒ったり、淡井圭介のスポーツの勝ち負けとか睡眠時間の話、阪神タイガースへのメッセージで書いてる内容、あれ見たら淡井さんが怒るの無理ないって言う人が言う、本当にもう政府のその誰それさんがカイドウでいいわって、俺らもその意見やわって、仕事中で公務員の人がしょうもない話で笑っていて、特に警察官、その映像が出回って、淡井圭介のその強制わいせつされた件とか断ってる映像が出たら終わり、本当にその警察官絶対無理だと思う、多分一生無理だと思う、いや無理、いやそういう、そうでもないわ、もうみんなすぐ忘れるから、どうせ検索ワードわからなくなるから、メモした人間しか、以上、ワンピース3ね、もう我々知れなかったら無理だから、僕も説明する方として身が持たない、気持ちも精神的に、どうせ怒るから。